私はですね、先週熱で休んでたんですね。それでテストが溜まってたわけです。それで月曜日行ってテストをこの1週間頑張ってやってきたわけです。というかね、まずね、毎日居残りでしたね、はい、学校終わってみんなね、まあ今週からちょっと短縮が始まってて、みんなが帰る時間に翔ちゃん帰れず居残りでした。居残りテスト。そうです、居残りテスト。そうよね。お、毎日毎日。今日はちょっと6時間までびっちり授業だったので、さすがに今日は居残りしないで帰ってきたんですけど、はい、月火水木とずっと居残りでした。でさらに来週もまたちょっともう短縮入ってるんですけど、居残りです。やっぱね、12月に入ってからお休みするとやっぱね、テストがやっぱ多いしね、期間があるんですね。そうね、提出物の期限とかも迫ってるし、もうダメ、終わんないんです。ドリルこの前何ページやったんだっけ。1日に7ページぐらいやりましたね。え、それを2日間ぐらいずっとやってたよね。やりました、家帰ってきてからも。はい、でも遊び約束してたんです。そう、しかもね、ちゃんと遊ぶ約束もしてきて、バッチリ遊んで居残りして、そう遊んで帰ってきて宿題をびっちりやるっていう、そう、忙しいよね。居残りして駆け足で帰ってきて、駆け足ですぐ遊びに行って帰ってきて宿題やって、その課題の溜まっているドリルとかバーッて何十ページもやって、忙しかったですね、この1週間。宿題&さ、課題ってやばいよ。うん、で、さらに追い打ちをかけたのが、なんとテストで最低点を取りましたね。過去一。あ、でも同率か。一回取ったことがあって、それと同じ。そう。何点ですか？60点です。じゃあ証拠を見せてください。やだ、嫌です。キラでいいから。だってみんな本当と思うじゃん。名前のところを手で消して、どれだっけ？変数のところだけ。ダメです。取っちゃいましたね。90点取りました。うん、最悪です。最悪ですね。いや、もうやだ。まあ、しょうがないね。はい、見て、ママ、うん、このね、1,2,3,4,5,6,7 個は正解なのね。うん、あと全部間違えてる。算数ですか。そうですね、計算間違い、もろもろ。違う、だって習ってなくて、うん、ちょっとやったぐらいなのね。そうなんだ。わかる？もうみんな終わってんの、そのお勉強。うん、テストの山です。やばいね。14枚あります。14枚。最近やって帰ってきたやつ。そうです。ね、バタバタだね、今週は本当にね。で、今今日はもう金曜日なんですけど、学校終わって帰ってきて、これからまたお友達と遊びにイオンに出かけます。イオンに行きます。もう忙しいスケジュールですね。まあ楽しいスケジュールだからいいけどね。その後にまた勉強しようかなと。うん、偉い。音読だけなの、宿題が。うん、土日に。あ、そうなんだ。その代わり、うん、ほら先生音読だけにしてるのは理由があって、うん、計算ドリルとか終わってない人のためなのよ。ああ、そうなんだ。じゃあまさしく志保のためじゃん。先生優しい。みんなじゃないけど。みんな終わってない子も多い。終わってない子も多いっちゃ多い。なるほどね。じゃあ終わってる子は特別に音読だけだよっていう感じか。音読だけだよって感じなの。そっか。まあ、志保のために本当嬉しいんだけど。ね。じゃあまだ残ってるってことだよね、ドリルとか。本当持ってる。それをじゃあ月曜日までに、週末は、うん、来週の金曜日までに。あ、そんな期日があるんだ。うん、へえ。じゃあまだいっぱい時間あるじゃん。あと何ページぐらいの？20何ページ。そんなにあるの？うん、じゃあ本当に頑張んないとね、1週間といえども。程度は終わってるの、うん、2回目なの、うん、あ、そっかそっか。最初から最後までやらない、もう1回やる。程度は昨日で終わらせた。うん、あと何が残ってるの？漢字ドリル？漢字ドリルも、うん、もう終わってるの。じゃあ何が残ってるの？計算ドリル2回目。あ、2回目をやんなきゃいけないのね。全部それをやらなきゃいけないのか。最初から最後まで。2回目を2番から48番までやって。あ、そっかそっかそっか。27止まってたのね。
だからあと20何ページ残ってる。そっか、なんか夏休みの宿題みたいだね、多すぎてまあでも頑張りましょうね。しょうがない、こればかりは。もう健康になれただけでもね、良かったなってことですね。入院とかねしなくて本当に良かったです。これで入院とかしちゃったらもう本当最悪、冬休み学校行かなきゃいけないレベルになっちゃうからね。確かに確かに成績つけられませんって言われちゃうね。はい、ということでしほちゃんの1週間の学校生活はこんな感じでした。バタバタしておりましたね。本当はこういうの出したくないんですけど、うん、急遽撮ってます。っていうかもうね、動画も撮る時間もなくて、平日ゆっくりと、なのですいません、今週とか本当しほちゃんのね、何学校の様子を中心にねお届けする形となりました。本当に撮る時間なかったんですね、うん、そう、いろいろね忙しかったからね。まあでも12月はもともとね忙しい月なので、まあね、いいと思います。はい、はい、来週からちょっと頑張りたいです。そうだね、来週もちょっとまだまだバタバタしそうですけど、でもさ、来週もさ、絶対居残りでしょ、うん、そうね、この後に計算ドリル2回目頑張るじゃん、うん、宿題するじゃん、うん、え、取る時間ある？わかんない、ないかもしれないです。風呂入ってないかもしれないです。頑張りよ、頑張り、まあ、りみちゃんにそしたら頑張ってもらうんで、りみちゃんに頑張ってもらいます。はい、来週しほちゃんの出番少ないかもしれないすみません。すみません。はい、ということでした。バイバイ。バイバイ。